鈴木遺跡は東京都小平市鈴木町にある遺跡。約3万5千年前から1万5千年前までに営まれた後期旧石器時代の遺跡を主体とし、他に縄文時代と近世の遺跡も含む複合遺跡である。国の史跡に指定されている。1967年に発見され、巡り体遺跡と名付けられていたが、1974年6月末、 現在の小平市立鈴木小学校の高地、造成工事に伴って、江戸時代の水車小屋に伴う水路や暗渠が発見されたことを契機に私屈調査が行われ、正式にその存在が確認された。その後、鈴木小学校の西を南北に走る都道2 1 3三号線地点、三行台愛地点をはじめ、50以上の調査地点で、 範囲確認調査を含む発掘調査が行われている。2012年に鈴木小学校隣接保存区と鈴木遺跡資料鑑識地とが東京都の史跡に指定され、2017年には小平市に寄付された保存管理東洋地と鈴木町一丁目390番地保存区が追加指定された。当遺跡は2021年に国の史跡に指定された。 1974年、鈴木小学校建設の際に発見された、約一数千三万数千年前の旧石器時代の遺物が展示されている施設。金山義明、博物館学的発想に基づく、考古学調査小平らし、鈴木遺跡の場合、国学院大学博物館学企業第4巻、国学院大学博物館学研究室、東京。 1980年3月31日、36から45ページ、土井、10.11501、343万3583、一瞬02865831、0度400億128万4821、2020年4月1日閲覧。ありがとうございます。